鉄道チャンネル HTB をご覧の皆さん、こんにちは。といってもおはようございますな時間です。現在朝の6時40分。今日はこのツアーに同行します。見て知って学ぼう北海道新幹線見学ツアー、道南の新幹線の最前線を取材してきます。道南杉のすぐ脇に一つトンネルがあります。これは斜坑と呼ばれるもので、この奥ずっと行きますと本坑と呼ばれるトンネルの本体に入ります。これからバスに乗ってこの斜坑を下っていきます。でマイクロバスを降りまして、トンネルの本体本坑と呼ばれるところに来ました。一面白いシートが貼られています。これは防水シートだということなんですね。そして足元を見てみますと、もうコンクリートが打たれています。この上に新幹線の路盤というものがこれから設置されます。はい、ちょっと思いが強すぎますでしょうか。そんなことないかな。私の後ろはずっとトンネルの壁面、白い防水シートが貼られていますが、ここはまだ打ちっぱなしのコンクリートが見えます。このフィルム施工台車という機械が今まさに動いているところで、ご覧のように壁面にシートを打ち付ける作業をしています。見えてきました。もうこの先行き止まりです。まさにここがトンネル工事の最前線です。ここがキリハと呼ばれる断面になります。この奥が札幌方向ということになります。そして土や岩がむき出しになっているのではありません。鏡吹きという工法で崩れないように一回一回コンクリートを吹きつけているということなんです。H5 系新幹線がゆっくりとこちらに向かってきます。今洗車機を抜けて、これから点検や車内清掃をする車庫に入っていきます。なかなか間近でこの汽笛は聞けません。静かに静かに滑るように今車庫の中に入っていきます。